次のトラック種目は9時40分より共通男子 110m ハードルの予選であります。この大会記録は2006年に西紫丸中の宮内くんが出しました14秒16、全国大会参加標準記録は15秒00であります。この予選は全部で4組ありまして、タイムレースを行い、記録の良い方から8名が決勝に進出。